ナコーンシータンマラート県は、タイ王国南部の県の一つ。ソンクラー県、パッタルン県、トラン県、クラビー県、スラートターニー県と接し、タイランド湾にも面する。県はタイランド湾に面し、マレー半島に位置する。その地域のほとんどは、森林地帯であり、タイ南部最高峰の1835メートルのルワン山がある。 このルワン山の地域はカオルワン国立公園に登録されている。ナコーンシー・タンマラートは古代のタンブラリンガ国の首都リゴールの地であった。シュリービジャヤ王国の勢力が及んだこともあった。その後スコータイ王朝、ラームカムヘーン大王が攻めてくるに及んでその領土となった。後にこの領土はアユタヤ王朝に受け継がれた。17世紀初めには山田長政が リゴール王に任じられ、この地で毒殺された。着林王朝時代、1932年に、ナコオンシータンマラート県が成立、台南部の要衝として、軍都となった。検証検証は311年に建てられたとされる、パゴダ、プラボーロマタートチェーリーが描かれている。このパゴダは現在は、トプラマハーター島ラウィハーンの境内にある。 そのパゴダの周りには十二支がデザインされている。この十二支は、ナコーンシー・タンマラート王国時代の属国あるいは、地方主要都市を代表しているとされる。詳細は以下の通り。県木は大豆の木、県下は南蛮最下地。ナコーンシー・タンマラート県は二十三の軍に分けられ、その階に百六十五の町と千四百二十八の村がある。 ありがとうございます。